養女戦記。ダメ、バイス注意のせいで女にモテない。ノイマン、注意と一緒に飲みに行くといつも最終的に女が逃げてしまいます。そしてそれはバイス注意のせいです。ノイマン、止めるな、ケイニヒ。今日は言ってやるんだ。違う。え、俺も言いたい。バイス注意、注意は女性のハートを全く理解できていません。いつも飲めば陽気になってそこら中の女性に手当たり次第声かけて、しかもかける言葉がどうしようもない。あれただのセクハラですからね。俺は普通に女性を褒めていただけだが。あれ褒めてたんですか？お前たちが悪く取りすぎてるだけじゃ。じゃあこの顔を見てくださいな。え？バイス注意、あれ褒めてるつもりだったんですか？グランツ、とりあえず次口説くときはセクハラ発言やめましょう。連れ出す前に逃げられちゃかないません。わかった。じゃあそれを踏まえて飲みに行くとしますか？いいね。せっかく戦争に勝ったのに、こんなめでたい日にこんなショックな事実を知る羽目になろうとは。でも知ったんだから大丈夫ですよ。今日はうまくいって夜の戦闘にも勝ちましょうぜ。だな。すね。見ろよこの素敵な胸。こんな胸を見せたら共和国の奴らも平和になっちゃうんじゃないかな。ああダメだ。酒飲んだ時点でもうダメなんですね。だろ。だろじゃねえぞ。なんですか？ああれ別の部隊の奴らっすね。うちの少尉に絡むとはいい度胸だな。どうします、バイス副隊長殿。閉める。おい貴様ら、うちの大事な大事な少尉に何の用だ。お前らどこの部隊よ。ここじゃなんだ、ちょっと外で話そうか。特別に会計はしといてやったから。ありがとうございました中尉殿。風紀を乱す奴らは帝国には必要ないな。我ら203大隊は紳士揃いであります。ああ紳士紳士。セクハラとかする奴いねえから。お前ら今日は中尉殿のおごりっすか？お前ら、ん？